現在、日本周辺で中国空母打撃群の行動をキャッチしました。今回は、遼寧の動きとともに、打撃群の能力を詳しく見ていきます。しかし、日本の出方を見ているつもりだろうが、日本も空と海底で監視下に敷いている。すべての情報をもらっています。しかし、日本のマスコミは中国軍の報道をしないよね。2021年4月3日に沖縄本島と宮古島の間を通り、中国海軍の航空母艦、遼寧を中核とする合計6隻の艦隊が太平洋方面に進出、軍事演習を行っていたことが防衛省の報告からも明かされていた。この時の遼寧を中核とするこの空母打撃群には、最新鋭の005型駆逐艦、南あきらや052D型、054A型駆逐艦、補給艦等が含まれていたが、日本の領海等への侵犯行為はなかった。折しも、南シナ海においては、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦、セ、とはルーズベルトの空母打撃群が、同海域における軍事演習を敢行しており、中国とアメリカ双方の示威行為と思えた。こうした今回の遼寧の航行の様子を映した画像が、インターネット上には多数アップされており、日本とアメリカの複数の艦艇や航空機が追尾行動を行っていることを示していた。太平洋方面に進出した遼寧らの空母打撃群は、台湾の東側の西太平洋で軍事演習を行った後、その後は南シナ海へ進み、さらに太平洋側から4月26日に今度は北上を始めたという。自衛隊艦艇や航空機の監視が行われる中で、翌27日には、遼寧ら空母打撃群は尖閣諸島周辺海域に到達し、艦載機である早期警戒用のヘリを発艦させたため、航空自衛隊がスクランブルを行った。遼寧は中国海軍内では練習用の艦艇に位置づけられているが、基準排水5万3000トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル、全幅78メートルの規模を持つスキージャンプ方式の航空母艦だ。このため、アメリカの大型原子力航空母艦のような固定翼の早期警戒機を搭載できず、その任務は大型ヘリが担っており、その意味では、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦等とも同様だと言える。また、海上自衛隊の護衛艦、出雲、や、加賀、も、航空母艦化改修が予定されているが、艦載機射出用のカタパルトを装備しないという点では、同様で、ヘリによる早期警戒が想定されている状況だ。こうした一連の、遼寧ら空母打撃群の行動を受けて、日本の岸防衛省も4月30日に記者会見において中国海軍の作戦行動範囲の拡大を危惧する声明を発表し、その行動に警鐘を鳴らした。遼寧が艦載機としている J-15 戦闘機は、ロシアの SU-33 の試作機をもとにして中国が開発した機体とみられているが、そのベースよりは若干性能が劣るだろうと予測されてはいる。また、今回、この空母打撃群には最新鋭の005型駆逐艦南ちゃんが割っており、こちらは 052D 型駆逐艦の後継艦として、2020年から就役が開始された、まさに中国海軍最新鋭の水上戦闘艦である。005型駆逐艦、南あきらは、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊で、最大速力32ノット、
航続距離は5000海里とも言われている。これは、アメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦の基準排水量7242トン、満載排水量9460トン、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートル、最大速力30ノット、航続距離は6000海里に劣らない。むしろスペックだけから見ればれば、この005型駆逐艦は艦縮分。で見れば、優に巡洋艦に相当する規模を持っており、中国海軍としても、初の本格的な外洋航海が可能な水上戦闘艦だと言えるだろう。この005型駆逐艦の収益で、中国2隻目の国産航空母艦、3トン、ヤイゴの艦艇に対する防空能力は、飛躍的に向上したと見られており、すでに、これを、中国海軍では3隻収益させ、5隻が建造中である。現在の、遼寧や、3トン、は、前述の通り、航空機車室用のカタパルトを装備していない航空母艦だが、3隻目以降は、電磁式のカタパルトを搭載予定とも言われ、原子力推進も噂されている。これらが収益を迎えるまでには、固定翼の早期警戒機も中国は国産化してくると予想されており、また、艦載する戦闘機もステルス機を実用化してくることが確実であり、脅威の度合いはさらに増すだろう。ちょうど、この5月1日に、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスの空母打撃群が母港ポーツマスを出港し、最終的には、太平洋に向かっているが、こうした遠征能力を中国海軍も身につけつつある。ただし、1982年のフォークランド紛争以後、こうした水上戦闘艦同士が戦闘を行った事例は皆無であり、近年では航空母艦という大型艦艇が実際に有効な戦力となるのかにも異論が唱えられている。そのため、海上自衛隊の護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化も、南西諸島の陸上滑走路が使用できない状況に陥った際への対処を想定しており、空母打撃群としての打撃力重視とは言えないものだ。固定翼の早期警戒機を運用可能となれば、アメリカの空母打撃群に準じる打撃力を、中国海軍は手にするかもしれないが、個人には、日本は、中国の対処能力が低いとされる潜水艦での迎撃で、日本は対抗すべきだろう。